悶絶ズボラ飯が発売早々大重版。テレビなどのメディアでも多数取り上げられて大好評。誰でもうまく作れる魔法のレシピ本をぜひぜひ。どうも、学生筋肉料理人のダレウマです。皆さん、とっても嬉しいお知らせがございます。私ダレウマ、なんと免許を取得しまっちょ。昨年の6月ぐらいから、免許をね取りに行ってたんですけれども、今年の1月ぐらいに卒業検定を受けて、そこから約10ヶ月間本免許試験をね受けずに放置しておりましたいやー、あと2ヶ月ほどで本免許試験の有効期限が切れるところでしたね。これからはね、車がある生活ということでね、彼女を隣に乗せてドライブデートと。いやいや、彼女おらへんやんかピエン。まあそういう自虐ネタは置いておいて、今回はですね、鶏肉の唐揚げ並みに美味しいエリンギの唐揚げというものを紹介していきたいと思いまっちょね。でね、今回もエリンギの唐揚げのええところを3つご紹介いたします。それがこちら、エリンギ唐揚げのええところ。1つ目、せーのボン、低カロリーで鶏肉の唐揚げのようなうまさ。今回はエリンギで唐揚げを作るということで、超低カロリーかつ鶏の唐揚げのような、いやそれ以上にジューシーで美味しい唐揚げに仕上がっております。一度ね、試作で作って母に出してみたんですけれども、母もめちゃくちゃ大喜びしてましたね。いやこれ鶏肉の唐揚げよりうまいやんみたいなね。これからはね、鶏肉の唐揚げ専門店ではなく、エリンギの唐揚げ専門店ができるかもしれませんね。エリンギ唐揚げのええところの2つ目、せーのボン、包丁を使わない。今回は、いや今回も包丁を使いません。でね、包丁を使わない理由は後ほどご説明いたします。そしてそして、エリンギ唐揚げのええところの3つ目、それはこちら、せーのボン、洗い物が少ないですね。今回はですね、エリンギの唐揚げをボウルではなく袋で作っていくので、洗い物が少なくかつ手も汚れません。これは結構嬉しいポイントなのではないでしょうか。ということで早速作っていき、マッチョ。まずはエリンギ唐揚げの材料紹介ですね。今回使用する材料はこちらです。今回の材料もまちょまちょシンプルですね。まずはもちろんエリンギ、片栗粉、お砂糖、お醤油、ブラックペッパー、そしておろしニンニクです。ほな早速やってくで。まずはエリンギの下処理から始めまっちょね。でね、今回僕はこちらのエリンギ唐揚げが美味しすぎるということと、母と父にもね少し残してあげたいので倍量で作っていきます。ということで、エリンギがねこんなに多いんですけれども、皆さんはですね、テロップに書かれてある材料と調味料の量をそのまま入れていただけたらいい感じの量に仕上がるかと思います。まずですね、エリンギのこの根元部分ありますよね、石突きという部分、ここをねこんな感じで手で裂きます。あとは食べやすいね大きさに手でねちぎっていきます。はい、こんな感じでちぎるというか裂く感じですかね。これらを袋に入れていきましょう。でね、握力がない方はもしかしたら裂けないかもしれません。その場合は包丁をご使用ください。縦方向に手で裂く感じ、はい、こんな感じ でこれだけだと大きいので、あとはねグッとちぎっちゃいます。形はねいびつでも全然唐揚げにするので大丈夫です。でね、エリンギを手で裂くことで包丁やまな板のね洗い物をなくすことができるというメリットがあるほか、もう一点メリットが実はあるんですよね。それがこちらを見たらわかるんですけれども、手でね裂いてあげることで凹凸ができるんですよね。このね凹凸ができることで調味料の味がより染み込みやすく美味しい唐揚げに仕上がります。はい、ということでね、手で裂き終わりました。こちらで OK。 そしたらこちらにお醤油とお砂糖、おろしニンニク、そしてブラックペッパー。ブラックペッパーはね多めに振りかけてあげると美味しいです。はい、ということでね、材料と調味料を袋の中に入れたら、あとは何をするかもうお分かりですよね。そう、もみもみだーす。エリンギに味をなじませるようによくもみもみしてあげてください。あー恥ずかしい、何しとんやろ俺、何してるんねえ、何してるん僕はい、ということでね、もみ込みが終了いたしましたら、この状態で 2,3 分味を染み込ませマッチョ。 2,3 分経ちましたので、こちらの袋に片栗粉をまぶしていきまっちょね。片栗粉、はい、片栗粉をまぶしたら、お次に何をするかも勘のいい方は分かりますよね。そう、フリフリだ。
片栗粉はね必ず揚げる直前にまぶしてください。ということで今からこちらを揚げていき、マッチョね。で、油の温度はだいたい170度から180度ぐらいにしてください。温度設定機能がない方がほとんどだと思いますので、今からね菜箸で確認できる方法をご紹介いたします。まず菜箸をこのように突っ込みます。そしたらですね、ちょっと見えづらいかもしれませんが、このように箸全体から細かい泡がふつふつと出てきていますよね。これが170度から180度ぐらいの中温の目安になります。ということでエリンギを揚げまっちょ。気をつけてほしいことが、エリンギをねいきなり入れないということでですね、エリンギはね水分が多く含まれているので、いきなり入れすぎると油の温度が一気に下がってカラッと上がらなくなります。ここだけ注意してください。少しずつ入れるようにしてあげまっちょ。ということでですね、いい感じのボディービルダー色になれば取り出していきますね。はい、ということでね、揚げ終わりました。今から盛り付けマッチョね。もうサックサクですよ、これ本当に美味しいんでね、キノコの常識を覆します。こちらでダリウマ流鶏肉の唐揚げより確実にうまっちょなエリンギの唐揚げの完成です。よいしょ。どうですか皆さん、これパッと見エリンギの唐揚げとはわからないですよね。味もね、これエリンギとは思わせないようにめちゃくちゃ美味しい味付けです。それではいただきます。今回はハイボールではなくね、焼酎の水割りでね、いただきます。この焼酎ほんと美味しいんですよね。お水をね、こんな感じでドボドボドボーっと、レモンを皮の方からギューッと絞ってあげてポトリと落とす。こちらで焼酎の水割りの完成。マッチに幸あれ。ふぅ、美味しいですね。それではそれではメインのこちらいただきまっちょ。まずはね、レモンをたっぷりと絞ってあげて、そしていただきます。うわ待ってください、もうこれ間違いありません。うまい。うん、はあ、本当にエリンギの唐揚げだと思わせないぐらいめちゃくちゃジューシーで美味しいです。そしてですね、こちらお酒はもちろん、じゃん、白米にも合うんです。このエリンギでご飯をいただける日が来るとはね、もうエリンギさんも驚きですよ。うん、これね、本当に鶏肉の唐揚げよりもエリンギの唐揚げの方が大好きだという方が続出するかもしれません。それぐらいね、マチョマチョマッチョです。ということで皆様いかがだったでしょうか。今回はね、少し変わった唐揚げをご紹介いたしました。このお野菜であるキノコでもね、美味しい美味しい唐揚げが作れますので、ぜひお試しください。それでは、See you next マッチョね。